こんばんは、平井弘明です。今回はですね、リクエスト動画でシャフトのしなり方についてリクエストありましたので、シャフトのしなり方について動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。もう感覚的な部分になっちゃうんで、なかなかお伝えするのって難しいんですけど、その中でこう伝えられる範囲でお伝えしていきます。ちなみに例えばこれ動画、他の YouTube とか雑誌とかいろいろシャフトについてお伝えしてるものってあると思うんですけど、機械が打ってないってことをまず理解していただきたいんですよ。どういうことかというと、僕はドローヒッターでクラブが若干インサイドから入射します、リストターンのスイングをしますっていう人が打った意見ってことなんですよ。これが例えばボディーターンでノーコックで体重移動する人が例えばフェードを打った感覚だったら全く違う意見が出てくるんですよ、同じシャフト打っても。だからそれってすごい難しいことなんですよね。だから一番早いのは、合うシャフトを知りたいっていう方がレッスンに来ていただいて、それで、あ、じゃあ誰々さんはこういうシャフトがありますよって言った話の流れが一番早いんですよ。単純に俺が誰々さんこういうシャフトが合いますよって、こう動画内でメッセージとか LINE とかでこういうシャフト合いますよって打ってくださいっつって試打してきましたって言って、いやこんな感覚でしたって言って何往復するのってことなのよ。結局スイング見てないで俺言ってるから、的確なものを言えないから、何本も試打してもらわなきゃいけなくなっちゃうの。インパクトの力感なんて動画じゃ分かんないから、音だったり風を切る音とかもやっぱ生じゃないと分かんないから、そうするとヘッドスピードが例えば40、ヘッドスピード40が子供がインパクトするのと大人がインパクトするので重みが違うよ。スピードは一緒でも、そういうのでも全然合うスペックって変わるんだよね。同じ S でも 50g の S がいいのか 70g の S がいいのかっていうのもあるし、こうやって頂点を見つけることはできない、動画じゃね。打ってもらわなきゃいけないっていうのももちろんあるし、スイングもそう、いろいろな面でなんとなくのおすすめ、本当なんとなくって底辺ぐらいのなんとなくね、本当に絞れないぐらいのものしか言えない。その中で基本的な考えとしては、ドローヒッターは先調子、フェードヒッターは元調子っていう、なんか昔からの言い伝えあるはある。ギアに詳しくない方は先調子元調子、もちろん中調子もあるけど、両極端に今2つだけちょっと言わせてもらうけど、先調子中調子って何って言ったら、グリップを固定してこっちがこうビロンビロンビロンってなる時間なのね。先調子はこのビロ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 って早いの。でも元調子って元がしなるから、これがゆっくりなの、タイミングが取りやすいの。ってことはどういうことかっていうと、スイングがこうやって打つ人は先調子なのよ。先が動いた方がタイミングが合いやすいだけど、こうやってゆったりなテンポで打つ人は元調子の方がタイミングが取りやすい。これも一概には言えない、言い伝えだからそう。だから本当のこうおおよそはあるけど、例えば高校時代とか若い頃に野球やってたとかしたら、バットってさ800-900g ぐらいあるじゃないね。したらさ、このクラブってさ300g ちょっとなのよ。ってことはさ3分の1じゃない。ってことはよく俗に軽い方が打ちやすい、早く振れるとか言うけど、重いものを振ってきた人にしたら重い方が打ちやすいのよ、タイミングが合いやすいから。軽すぎたらいいってもんじゃないのね。だからそこがね、もうね、こうなってくると無限でしょ。無限、だから動画では俺は言ってこなかったの。伝えられないって100%分かってるから。組み合わせとかが無限すぎるんだ。そう、例えば単純にスイング抜きにしてドローヒッターっていうお題だけ出しただけで、もう収集つかないから。ストレートボールって言ったって結局ヘッドとのマッチングもあるでしょ。この ZX7 と SIM2 全然違うからね。そうすると同じシャフト入れた違うじゃない。だから使ってる、ごめんね切りないよ、使ってるドライバーのヘッド、ロフト、長さだけでもう全然違うから。あ、もうじゃあもう全然だわ。そうだから、スイングを見たら早いですよってことは逆を言えば、だからお伝えすることができない、難しくなっちゃうんでね。ちょっと打っていい？ごめんね。こうやって構えて、こうやって体の反動を使うんだったら元調子の方がいい、あんまり動かない方がいい。体使わないでクラブだけの動きでこうやって打つんだったら先調子の方がいい。それだけでも全然違うんだよね。深く考えすぎて難しく言っちゃってる部分もあるけど、でも実際そうなんだよ。
ね、なんとなくこれが合いますよっていうのもあんまり言いたくない、下手なことを言いたくないし、俺ねまず一番最初に無駄金使ってほしくないのよ。言ったら欲しくなるでしょ。だから言わない。本当にリクエストいただいたことは大変嬉しいんですけど、持ち玉だったり例えばその方の球の高さも知らないからなかなか適正なことは言えないですけど、しなり方としては手元をガンって動かして打つんだったら手元はしっかりしてた方がいいのよ。あとはその中でもタイミングが遅いスイングだったら逆に手元は緩い方がいいの。あとはヘッドを使ってバンって打つ人だったら先がこうピンピンしてる先調子の方がいい。要は反応してくれた方がいいからね。ドローを打ちたいんだったら中調子から先調子の方が打ちやすいけどね、フェードを打つんだったらこう元寄りの方が打ちやすい、それぐらいしか言えないね。あのコメントがスイングした時にどう感じてるか知りたいのかなと俺は思ったんですけど、そういうあれじゃないですか。なるほどね。それだとしたらちょっと言っていい、これは中調子の 50g 台の S なのね、これ TP5 の S、そうで、これでヘッドバランス D1 なの、でこれは結局俺手先でパンってヘッド使って打つからこうためだったりがないのよ。そうだからたまらないシャフトの方がいいんだよね。反応が早い方がいいのよ。パンって動かしたらその反応にいち早く反応してほしいシャフトを選んでるの。だからここでこうグンってこう打とうとした時に溜まっちゃうシャフトだと右行っちゃうから、だから俺今のスイングだったら元調子がダメなのよ。ちょっと先寄りの方がパチーンってくるから、そういうしなり方は感じてる。そうだからこうやってくるシャフトじゃないと俺はダメ。これ言っていい、ハンドファーストとダウンブローと左足こうやってリードしてこうやって打つとシャフトのしなりは結果論になるから。どういうこと？結局こうやって打ってたらしなり感じないから、ね、打って初めてどうなのになっちゃうわけよ。要はここでしなり方をこうやって感じて打ってないのよ。言っちゃえばヘッド使う人って打つ前にシャフトのしなりを感じれるから。なるほど、うん、でも左手リードだったり、うん、ハンドファースト要は手が先に来るスイング、うん、真ん中よりもヘッドが後ろにあるスイングは結果論だから、うん、しなんないんだ。そうしなりが感じられないのよ。変なしなりをしたらそれはどんなスイングでも感じるけど、うん、でもこうやってこうやってくるじゃない、うん、だからこうやって打つよりも感じづらいの。だから結果こうだったから違うシャフトにしてみようってなるわけ。それ知ったところでそんな大差はないけど、うん、でもここでこうやってリリースしてこうやってヘッドを先リードして打つ人はもうここでインパクト前に感じてるから調整するんだよね。それぐらいダンスイングで俺は感じる。多分それを聞きたかったの。本当だから柔らかいシャフトが好きなの。 X とかそんなのいらない、感じれないからシャフト。でも男は X だ。まあねまあね。そうだから試合出てた時は X 使ってたのは当たり負けしてほしくないのよ。要はパンチショットも打つから当たり負けしてほしくないからヘッドバランスを重くしてシャフトを硬くしてた。だからボールの重さは変わんないから衝撃が強くなるじゃない、だそうやって打ってた。今はもうさらってパンって打ちたいだけだから軽くしてヘッドバランスも軽くして自分の動き 100% で打ちたい。だから余計シャフトのしなりを感じるの。ここでこうやって、あとはねインパクトの時にこうやって潰れる、こういう感じ、そうそういう感じは、そうアイアンはめちゃくちゃある。それがないと俺ダメだから。アイアンはねこうやってこっちにこうやってしなって逆しなりで当たると俺めちゃくちゃダメなの、刺さっちゃうの。だからアイアンのインパクトは俺こうやって打ちたいんだよね。刺さりまくった。どこで覚えたのそのカーボンダメだったのって。やばいねその答え。だって最初カーボンだったもんね。そうそう、ダメだったわ、刺さったな。しなってくんない、要はしなり戻りが早すぎるのよ。 まだ待っててよっていうのに戻って、そうあれがダメだった。だからカーボンだったら R でいい。俺はカーボンの R でスチールの S ぐらいだから反応が早すぎるからね。どんなカーボンでもカーボン自体が早いから、スチールだったら S とか X でも遅いからねタイミング取れるんだけど、カーボンだったら S か R よね、じゃないと間に合わない早すぎて。あとねここでも感じるけどね、ここでこうやって感じるけど、切り返しの時にヘッドがこうやって、それも感じる。ただそれを感じるけど感じた時は俺ダメだから、こうやって感じないスピードでこうやって打ってないと俺はダメなの。そういうことは、そうそうそう。っていうことは、こうやってあれだね、手なのか体なのかだけど、
シャフトのシナリオをまず感じようとしてるんですよね、うん、いつも通り。そうだからこうやって体の向きに対してこのクラブがこの向き、要は90度だったらシャフトのシナリオって感じるの。これが体の向きに対して平行だったら感じれないから。だから平井は体の面に対してこうやって90度になるじゃない、インパクトでしようとしてるじゃない、だから感じてるんだ。でもその理論じゃない人、要はこういう理論の人は体に平行だから感じれないのよ。だから結果論だよって言ってるの。それはね、もうしなり方を感じるポイントがもう遅いか早いかっていうのはある。スイングによってもシャフトのしなりの感じ方っていうのは変わる。それでそのシャフトのしなり方ってやっぱスイングタイプによっても全然違くて、先調子が硬く感じる人もいるし、先調子が柔らかく感じる人もいるのよ。でもそれってスイングタイプなの。スイングが違うと先だから何々とかが逆になるんだよね。もちろん元もそうだけど、元調子が硬く感じる人と柔らかく感じる人がいるから、そうだからそうなってきたらもう本当に言えなくなるから、その感じ方が逆にこっちから質問したいぐらいのことが多いんだよね、今どう感じましたかって。そうで、それも感じようとしないとわからないことだから意識してもらいたいポイントだね。今回はですね、リクエスト動画でですね、シャフトの感じ方、しなりの感じ方はどういうふうに感じてるか知りたいというリクエストがありましたので、このシャフトのしなり方の動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。